皆さんこんにちは。スジログコンビニ情報局のスジエモンです。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの各社から今週発売される新商品をチェックしていきたいと思います。その中から特におすすめしたい商品を選定いたしましたので、よろしければ参考にしてください。今回は3月14日から21日にかけてコンビニ各社から発売されるスイーツ、ベーカリー、アイスを一緒にチェックしていきたいと思います。それでは厳選要チェック新商品から始めていきましょう。今週の厳選要チェック新商品はこちらになります。セブンイレブンは桜と桃の春ゼリーです。桜と桃の2種類のクラッシュゼリーを盛り付けた春らしいカップスイーツです。中にはフルーツや寒天、桜ミルクわらび餅が入っていて、さっぱりとした味わいと様々な食感が味わうことができるセブンで大人気のカップゼリーシリーズです。ローソンは生カスタードシュークリームです。美味しいカスタードのためのプレミアムエッグを使用して、卵のコクと風味豊かな味わいで、後味もすっきりとした滑らかなカスタードクリームを香ばしく口どけの良いシューパフに詰めたローソン自信作のシュークリームです。ファミリーマートは紅茶チーズケーキです。アールグレイ香る紅茶とクリームチーズをブレンドして焼き上げた口どけ滑らかなベイクドチーズケーキと、北海道産マスカルポーネチーズを使用したレアチーズムースの2層仕立てのケーキに、クラム状にした紅茶スポンジケーキを乗せています。今週各社の厳選商品をまとめますと、セブンイレブンはセブンの春ゼリー、桜と桃の春ゼリー、ローソンはプレミアムエッグ使用生カスタードシュークリーム、ファミリーマートは大人気シリーズ最新作紅茶チーズケーキです。今週発売する新商品の中で販売地域の広さ、価格、味わい、話題性などを総合的に判断して、先ほどの3商品を注目商品に選定いたしました。今週は各社とも自慢の自信作が登場しますので要チェックです。この後各社の商品の特徴や他の新商品も詳しく見ていきますので、最後まで見ていただけるととっても嬉しいです。スジログコンビニ情報局はコンビニに関する情報を分かりやすくお伝えしています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またスイーツ商品を中心に実際に購入した商品のレビューブログもアメーバブログにて毎日更新しています。概要欄にリンクを掲載しておりますので、よろしければ遊びに来てください。それでは本編に行ってみましょう。最初にセブンイレブンの新商品から見ていきます。今週のセブンイレブンの新商品はスイーツ6品、ベーカリー3品、アイス1品の合計10商品をご紹介します。はじめに今週の新作スイーツ3品をご紹介します。1品目は桜と桃の春ゼリーです。桜と桃の2種類のクラッシュゼリーを盛り付けた春らしいカップスイーツです。中にはフルーツや寒天、桜ミルクわらび餅が入っており、様々な食感と味わいが楽しめるセブンで大人気のカップゼリー最新作です。2品目は宮崎紅使用もっちりクレープお芋カスタードです。滑らかなお芋カスタードクリームとホイップクリームをもちもちとした食感のクレープ生地で包んだセブンで定番人気のもっちりクレープ最新作です。3品目はショコラケーキです。ココアスポンジケーキにチョコレートクリーム、パリパリのチョコを重ねてチョコホイップクリームで包んだ見た目にも豪華なケーキです。アクセントにアーモンドやパリパリチョコをトッピングしています。続いて地域限定の新作スイーツ3品をご紹介します。1品目は茨城県産クイーンシーメロンモコです。茨城県産クイーンシーメロンを使用したジャムをホイップと合わせてもちもち生地に詰めたフルーティーなシュークリームです。2品目はいちごショートケーキです。フレッシュいちごとホイップクリームをトッピングしたカップ仕立ての見た目が美しいカップショートケーキです。3品目はカスタードプディングです。こだわり卵エッグパティシエールを使用しじっくりと蒸し焼きにしたセブンで大人気のカスタードプリンです。続いて今週の新作スイーツベーカリー3品をご紹介します。1品目は宮崎名物ジャリパンです。ジャリジャリとしたクリームの食感が特徴の宮崎名物のご当地パンが全国発売されます。2品目はセブンプレミアムアーモンドショコラ&ホイップクリームパンです。金ごまと黒ごまを練り込んだ生地に
レアチーズ風味のクリームチーズを包んで焼き上げたごまとチーズのクリームパンです。3品目はセブンプレミアム桜香るオムレットです。桜色の生地に桜あんとミルクホイップクリームをサンドしたセブンで大人気のオムレット最新作です。セブンイレブン最後は今週の新作アイスをご紹介します。セリアロイル給食でおなじみのムースです。九州の学校給食用デザートで大人気のカップムースを食べやすいスタンディングパウチタイプで再現した新作アイスです。ミルク味で食感がとてもユニークな溶けない不思議なアイスです。続いてローソンの新商品を見ていきましょう。ローソンでカスタードの美味しさを追求したスイーツシリーズ第1弾商品が3月14日に発売されます。カスタードは卵で生まれ変わると題して、美味しいカスタードのためのプレミアムエッグを使用して作られたスイーツが2種類発売されます。口どけのいいシューパフを詰めた生カスタードシュークリームとショートケーキとカスタードプリンを合わせた埋もれるショートケーキプリンです。詳しくは後ほど新商品コーナーでご紹介いたします。今週のローソンは新作スイーツが5品、ベーカリー1品、アイス1品の合計7商品をご紹介します。はじめに今週の新作スイーツ5品をご紹介します。1品目は生カスタードシュークリームです。美味しいカスタードのためのプレミアムエッグを使用して、卵のコク、風味が感じられながらも後味はすっきりとした滑らかなクリームに仕上がっています。香ばしく口どけの良いシューパフにたっぷりとクリームを詰めたローソン新定番となる生カスタードシュークリームの誕生です。2品目は埋もれるショートケーキプリンです。美味しいカスタードのためのプレミアムエッグを使用した滑らかなカスタードプリンに、いちごソースとスポンジ、北海道産生クリームと牛乳を使用したブレンドクリームを重ねて、その上に丸ごといちごを1個をトッピングしています。ショートケーキもプリンもダブルで味わえる欲張りなスイーツです。3品目はワパフェほうじ茶です。焙煎した芳醇な香りと味わいが特徴のほうじ茶スイーツです。ほうじ茶ゼリー、ムース、粒あん、クリームなどを重ねて、一つで複数の食感や味が楽しめる贅沢なワパフェシリーズ最新作です。4品目はゴロゴロチョコチップスコーンです。外はざっくり食感、中はしっとりとした生地にゴロゴロとしたチョコチップをたっぷりとトッピングした定番のスコーンです。5品目はアンドエイコーふわしゅわショコラ&チーズです。チーズプリンの上にふわしゅわ食感のチョコスフレを重ねた2層仕立てのカップデザートです。続いて今週の新作スイーツベーカリーをご紹介します。クリームぎっしりしっとりメロンパンです。乳味感のあるメロンホイップクリームがたっぷりと入ったしっとりとした食感が楽しめるメロンパンです。ローソン最後は今週の新作アイスをご紹介します。うちカフェアンナミラーズ監修ダッチアップルパイアイスです。アメリカンレストランアンナミラーズのダッチアップルパイをイメージしたアイスです。続いてファミリーマートの新商品を見ていきましょう。今週のファミリーマートの新商品はスイーツ3品、ベーカリー3品、アイス1品の合計7商品をご紹介します。はじめに今週の新作スイーツ3品をご紹介します。1品目は紅茶チーズケーキです。アールグレイ香る紅茶とクリームチーズをブレンドして焼き上げた口どけ滑らかなベイクドチーズケーキと、北海道産マスカルポーネチーズを使用したレアチーズムースの2層仕立てのケーキにクラム状にした紅茶スポンジケーキをトッピングしています。2品目はいちごクッキーシューです。果肉感のあるいちごクリームがたっぷりと入ったクッキーシューに、いちごのグレーズをコーティングした丸ごといちごなクッキーシューです。3品目はいちごの春色パフェです。黒蜜を染み込ませたスポンジと抹茶ムースにフレッシュいちごや北海道産小豆の粒あん、お餅、ホイップクリームをトッピングした春らしい色合いの和パフェです。続いて今週の新作スイーツベーカリー3品をご紹介します。1品目はクロワッサンフレンチトーストホイップ入りです。ミルク感豊かなホイップをサンドしたリッチな味わいのクロワッサンです。2品目はたっぷりクリームデニッシュ、北海道産牛乳入りクリーム使用です。北海道産牛乳入りのクリームをたっぷりと包んで焼き上げたデニッシュパンです。3品目はチョコとナッツのツイストドーナツです。ふんわりとしたツイストドーナツにミルクチョコをコーティングし、ナッツをトッピングした定番のツイストドーナツです。ファミリーマート最後は今週の新作アイスをご紹介します。井村屋たい焼きアイスストロベリーカスタードです。途中止め果汁を使用した甘酸っぱいいちごソース入りの濃厚なカスタードアイスに、
香り高いいちごチョコをコーティングしましたピンク色の可愛らしいたい焼きモナカアイスです。この商品はファミリーマート限定販売となります。以上が今週各社の新商品になっております。皆さんはどの商品が気になりましたか？よろしければ気になった商品をぜひコメント欄で教えてください。今回の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルではコンビニに関する様々な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。過去の新商品情報やお役立ち情報もありますので、よろしければもう一本別の動画もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。またねー。